改めまして、こちらが今回アリオ大鳥最終公開オーディションに進まれましたファイナリストの皆さんです。おめでとうございます。すごく緊張してるんですけど、今日は自分の力を精一杯出して頑張ろうと思います。よろしくお願いします。お母さんがこんなのがあるよと教えてくれたので挑戦してみたのですが、どうせならばオーディション合格してやろうと思います。自己 PR でもお母さんがこんなのあるよって教えてくれたっていうのもあって、なんか非常に家族といい関係を築けているんだなっていうのも、またすごい丁寧にね演じてくれていたので、すごいなんか良かったなと思います。実は昨日の夜から緊張していたんですが、今日は楽しんで演技をしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。すごく緊張してるんですけど、自分の今出せる全力を出し切れるように頑張ります。よろしくお願いします。緊張してるっておっしゃってたんですけど、全然お芝居の時にそんなの感じられないぐらい安定感もあって、あと声がとっても綺麗で、同じ声優志望としてすごく憧れます。とっても良かったと思います。このドリーム声優オーディションという素敵な機会をいただけて、またその夢を追いかけるということができているので本当にありがとうございます。すごくね、まず第一印象がその笑顔がね素敵だなっていうふうに思いました。本当にこの演じるっていう部分ですごくそのセリフをね楽しんでやられてるっていうのがすごく伝わりましたし、セリフがスーッと入ってきました。はい、非常に良かったです。ありがとうございました。一回始めた挑戦を絶対形にするんだと思って今年はリベンジをしに来ました。お疲れ様でした。ドリーム声優オーディション2022アリオ大鳥グランプリはエントリーナンバー4番花菱未来さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。グランプリの花菱未来さん、どうぞ前にお越しください。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。非常にそのお芝居良かったと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、これからも頑張っていただければと思います。いつかね共演できるといいなと思いますが、はい、楽しみきれたなっていうのはあるんですけど、まさかこんなグランプリなんていただけると思ってなかったのですごい嬉しくて、名前呼ばれた瞬間から緊張で手の震えが止まらないです、うん、ありがとうございました。はい、本当におめでとうございます。